皆さん新年明けましておめでとうございます。スタイリストの大山俊です。このようにですね、新年から動画を見ていただいて本当にありがたく思っています。こちらのチャンネルでは今年もですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をどんどんとですね、お伝えしていきたいなと思ってるんですが、今回はですね、今年1本目の動画ということで、今年の抱負ですとか、あとはですね、今年僕が買おうと思ってるものをですね、3つご紹介してみたいなというふうに思っています。今年ですね、こちらの YouTube チャンネルは3年目を迎えるわけなんですが、結構ですね、これまで様々なコンテンツをお届けしてきたわけですね。そうなると一つ困ることがあって、ネタ切れしてくるわけですね。今だいたいですね、週に4本ぐらいのペースで動画を上げてるんですけども、そうなると僕の中でのネタがですね、少しずつ枯渇していくので、それを解決する方法は一つしかないんですね。それは何かというと、僕自身が身銭を切っていろんな服を買って経験値を増やすこと、これしか方法がないんですね。ですので、今年の抱負を一言で表すとするならば、様々な新しい服を買って着倒すということ、ここに尽きるのかなというふうに思っています。ですので、去年の年末から1年の振り返りをしながら、2021年にどんなものを買うのかというのをですね、僕の中ではいろいろとイメージをしてきたんですが、その中で今回はですね、3つ皆さんと一緒にですね、僕が欲しいものというのをですね、共有をしてみたいなというふうに思っています。まず1つ目なんですが、お財布をですね、新調したいなというふうに思っています。お財布に関しては結構ですね、僕は迷走してるんですね。なかなかですね、自分の意見が定まらずに、小さい財布を持ってみたりだとか、いや、やっぱり長財布は必要だなと思って改めて長財布を買ったりですとか、そういった変遷を繰り返しながら、僕の中ではやっぱりですね、財布はちっちゃくていいなという結論に至ったわけですね。ちなみに今使っているのはこちらの小銭入れなんですね。サンローランというブランドの小銭入れになるんですが、こちらの中にカードと小銭と、あとはお札、全部収納してるんですね。ですので、メインの財布はこれで、もう長財布もですね、ちょうど1年ぐらい前に買ったんですけど、やはりですね、それを持ち歩くことはほとんどなかったんですね。昨年はですね、結構キャッシュレス化というものが一気に広がった1年なのかなというふうに思っています。僕の場合はもう今から3年ぐらい前から少しずつキャッシュレス化してきているわけなんですが、コンビニでの決済だとか、僕のお買い物の大体 6,7 割はスマホで決済することが多いんですね。僕の場合は iPhone を使っているので、クイックペイを使うことが圧倒的に多いんですけども、クイックペイが6割、7割ぐらいで、残りの2割がカードで、現金を使うことは本当に1割程度しかなくなりましたね。そうなるとですね、しっかりとお札が収納できるような長財布ってほとんど使うことがないんですね。長財布っていうのは確かにですね、見た目としてはかっこいいですね。大人っぽいですし、お金を大切に扱っている様子が伝わってくるので、すごくいいかなと思うんですが、どうしてもですね、今の時代というところにはだんだんフィットしなくなってきたかなというふうに思っています。その点ですね、こういった小型の財布というのはめちゃくちゃ使い勝手が良くていいんですけども、今年はですね、このサイズよりももっと小さくしたいなというふうに思っています。というのも、こちらのサンローランの小銭入れすごくいいんですが、ちょっと厚みがあるんですね。そりゃそうですよね。もともとカード入れなので、たくさんのカードが入れられるようにちょっと厚みがあるんですけども、これがですね、ポケットに入れると結構かさばるんですね。秋冬に関しては重量を切るので、コートのポケットに入れておけばそこまでですね、かさばることはないんですけども、特に問題なのは春夏なんですよね。春夏って結構装いが軽くなるので、そういう時にですね、財布が厚いと結構邪魔になってしまうので、もうちょっと薄いものが欲しいなというふうに思っています。で、僕自身も結構財布の小型化というのはですね、年々行っているんですが、世の中全体もですね、同じように財布を小型化していこうという流れになってきてるんですね。昨年は特にすごかったですね。様々なブランドから小さな財布というものがリリースされて、選択肢が一気に広がったんですね。ですので、皆さんもですね、今年は小さな財布というところを新調してみることをぜひお勧めしたいなというふうに思っています。その中で僕が結構注目しているのが、ラルコバレーノというですね、イタリアの革小物ブランドがあるんですが、ここの薄型の財布というのがめちゃくちゃ良さそうなんですよね。ちょっと画像を見ていただきたいなと思うんですが、このお財布というのはバーニーズニューヨークですとか、エストネーションのようなセレクトショップですとか、あとは百貨店で取り扱いがあったりするんですが、
非常に作りが良くてコンパクトで、なおかつですね、色合いのビビッドさなんかもですね、めちゃくちゃ魅力的で、ちょっと試してみたいなと最近は思ってるんですね。特に僕が気になってるのは、バーニーズニューヨークが別注をかけたラルコバレーノの財布なんですが、これがですね、ターコイズブルーの色合いがめちゃくちゃ綺麗で、実物を見たんですが、なかなか良さそうだったんですね。厚みに関しても、これのですね、半分以下、多分3分の1ぐらいなので、かなり平面的でめちゃくちゃ使い勝手が良さそうだなというふうに思っています。確か革は羊を使ってるかなと思うんですが、すごくですね上品な仕上がりになってますし、手作業で仕上げているだけあって、すごくですね丁寧で綺麗な仕上がりになっているので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなというふうに思っています。特にラルコバレーノはこういった小型の財布作りが結構得意なんじゃないのかなというふうに思っています。この形というのも多分ですね、ここ1、2年ぐらいいろんなショップで見かけるようになったので、こういったジャンルのですね、完成形としてはすごく注目しているブランドかなというふうに思っています。まあこんな形で今年も僕はですね、財布の小型化というところを一つのテーマに掲げてみたいなというふうに思っています。はい、続いて2つ目なんですが、これはですね、ダウンを改めて新調してみたいなというふうに思っています。昨年はですね、ダウンを新調する前に、ダウンよりももう少し以前に着るような中綿のアウターというものを買ったんですね。まあ、こちらの動画の中でも何回か解説をしましたが、アークテリクスのアトム AR フーディ、ビームスとの別注バージョンをですね、僕は購入したわけですね。これがめちゃくちゃ便利ですごく気に入っているんですが、これを着てですね、真冬も過ごそうかなと思っていたんですが、早くもですね、12月末ぐらいからだんだんですね、これじゃ真冬は厳しいかなと思うようになったわけですね。確かに暖かい日の冬であれば全く問題なくこちらで活用ができるんですが、本当に寒い日だとやっぱりですね、しっかりとしたダウンが欲しくなるなというふうに改めて思っています。で、僕が今愛用しているのが4年ぐらい前に買ったユナイテッドアローズのオリジナルのものなんですが、これもですね、ベーシックで使いやすくてめちゃくちゃいいんですけども、やっぱりですね、3、4年使ってるとだんだん飽きてくるんですね。まあトレンド的にはまだまだ使えるようなアイテムではあるんですが、でもですね、ちょっと新しいトライがしたいなということで、今年こそはですね、しっかりとしたダウンを買いたいなというふうに思っています。もちろんダウンというのは結構子供と遊ぶ機会に着ることも多いので、そこまで高級なものにはですね、手が出せないなという形で思っていたんですが、一つですね、ユナイテッドアローズのダウンがこれからも使えるので、ハードに遊びたい時にはこれを使うことにして、ちょっとですね、おしゃれをして出かけたいなという時用のダウンとして、今年は頑張っていいダウンを買いたいなというふうに思っています。まあ、先日ですね、ダウンについて結構細かく解説した動画を出したかなと思うんですが、その中でも僕が狙っているのはデサントの水沢ダウンですね。これがですね、非常に完成度が高くて、僕はこれをですね、狙っているわけなんですが、まあ、デサントということで結構スポーティーな見た目なんですけども、大きめのジップですとか、まあ、独特の襟の高さですとか、結構ですね、細部のデザインがですね、作り込んであって、僕自身いろんなものを試着をした中でめちゃくちゃ気に入っているのがデサントの水沢ダウンなわけですね。これはですね、値段的には決して安くはないので、一度買ったら結構長いこと着るかなと思うんですが、今の段階からですね、少しずつ予算を貯めながら、だいたいですね、10月ぐらいには購入をしてみたいなというふうに思っています。まあ、デサントのダウンもいいんですけども、もう一つ気になっているのがあって、ピレネックスのダウンというのもですね、なかなかいいかなというふうに思っています。まあ、ピレネックスに関しては前回の動画では触れていなかったんですが、最近ですね、様々なセレクトショップでの取り扱いが増えてきたダウンブランドの中ではですね、結構勢いを感じるようなブランドかなというふうに思っています。主にユナイテッドアローズだとか、あとはエディフィスで取り扱いがあったかなと思うんですけども、これまたデザイン自体はすごくシンプルなんですが、やや着丈が長いデザインというところが僕の中では気に入っているんですね。まあ、最近はダウンの丈というのが少し長いものも増えてきまして、まあ、水沢ダウンに関しては通常の丈なんですが、ピレネックスだとか、あとはウールリッチだとか、カナダグースだとか、このあたりのブランドに関してはやや着丈が長いものを結構リリースしてるんですね。こういったものも久々に着てみたいなというふうに思っていて、ピレネックスもですね、僕の中では頭の片隅にあるブランドなんですね。まあ、正直このあたりに関してはいろいろと比較検討しながら買いたいなと思ってるんですが、デサントの水沢ダウンかピレネックスか、もしくは他の選択肢があるかどうか、このあたりのブランドを意識しながら、今時期からですね、コツコツと積み立てをしながらですね、こういったダウンを買ってみたいなというふうに思っています。
まあ、特にですねこういったダウンというのは寒くなってから買うんじゃちょっと遅すぎるんですね。実際に本気で買うのであれば秋ぐらいまでには買っておきたいアイテムなんですね。そうしないと人気のモデルに関してはサイズの欠けが出てしまったりするので、やっぱりちょっと早めの時期に用意をしておくというのが僕は間違いのない選択なのかなというふうに思っています。そのためにもですね、年初に何を買おうかというところはある程度計画を立てておくとスムーズかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今年買うものに関してはこの年始の期間に計画をしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目はですね、スニーカーになります。まあ、スニーカーは去年ですね結構たくさん買いまして、6足とか7足ぐらい買ったかなと思うんですね。こんなにスニーカーを買ったのは僕は中学校3年生以来かなと思います。今年もですね気合を入れてめちゃくちゃスニーカーを買いたいなというふうに思っています。その中でもですね、今の時点でちょっとこれは欲しいなというものがありまして、それがですね、ナイキのエアマックス95のオールホワイトですね。これがですね前々から気になっていたんですが、今年は実験でちょっと買ってみたいなというふうに思っています。まあ、昨年はですね動画の中でも散々解説してきたんですが、こちらのですねナイキのエアマックス95のブラック、これがですねベストバイだったかなと思っているんですね。非常に使い勝手が良くて今でも私服ではよく履いているんですが、まあ、これに代わるニュー定番をですね今年は発掘したいなと思っているんですね。その中で僕が一つピンときているのがエアマックス95の方なんですね。こちらと同じくエアマックスシリーズの中ではあるんですけども、エアマックス95というのは皆さんもご存知の通り社会現象になったようなめちゃくちゃ有名なスニーカーかなと思っています。ちょうどあれは僕が中学生の頃だったんですが、当時はですねエアマックス狩りという言葉があったりして、エアマックス95を履いて渋谷とかをですね歩いてるとそれが盗まれてしまうという事件が結構たくさん起きたんですね。それぐらい人気の高いスニーカーで、今でもですね結構レアだったりするんですが、そのエアマックス95も今はですねいろんなカラーバリエーションが出てるんですね。そして限定バージョンだとか別注バージョンとかもあるんですけども、その中で僕が気になっているのはオールホワイトバージョンなんですね。ちょっとこちらの写真を見ていただきたいんですが、こちらのカラーであればエアマックス95のですね結構特徴的なデザインではあるんですが、かなりシンプルで履きやすいかなというふうに思っています。まあ、白系のスニーカーというとやっぱりですね定番は白のスタンスミスだとかスーパースターだとかこのあたりなのかなと思うんですが、まあ、正直ですね散々履いてきたので僕の中では新鮮さみたいなものがないんですね。その点ですねこういったエアマックスシリーズでオールホワイトにすることでちょっとですね今までと違う雰囲気というのが味わえるんじゃないのかなというふうに思っています。何度かですね実物を見たことがあるんですが、まだ試着をしたことがないので実際に合わせるような着こなしでお店に行ってですねこちらを履いてみながら検討してみたいなというふうに思っています。まあ、エアマックス95もエアマックス97も同じなんですけども、結構ですねしっかりとエアが入っているのでこの分ですね厚底になってるんですね。ですので履くだけで身長が漏れるというのもですね低身長の僕としては非常に嬉しいポイントなんですが、まあ、そういった意味でもエアマックス95には結構期待をしてるんですね。そして当時はですねどんなに背伸びをしても手に入らなかったエアマックス95というのをですねあれから20数年経って履くのもですね僕自身ちょっとワクワクしてるんですね。まあ、実際に買うかどうかはですね試着をしてから改めて検討するわけですが、買った時にはですねこちらの動画の中で皆さんにもレビューをしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では2021年の抱負とですね今年僕が買おうと思っている3つのアイテムについて解説をさせていただきました。まあ、このようにですね1年間の中でどういったものを買おうかなというのをですね年始の段階で計画をするのは結構ワクワクして楽しいですし、予算計画も立てやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね試していただきたい一つの習慣かなというふうに思っています。まあ、正直ですね僕はこれだけではなくて全部で12個ぐらいですね買おうと思っているものをあげたわけなんですが、今回はこの3つに絞って皆さんにお伝えさせていただきました。まあ、正直ですね僕個人としてはそんなに服のバリエーションがなくても全く問題なく回せてしまうんですが、まあ、そうしてしまうとですねなかなか僕の価値観というものが広がらないので、まあ、今年に関しては覚悟を決めていろんなものを買ってみたいなというふうに思っています。その中にはですね今まで買ったことがないような新たなジャンルのものもあったりするんですが、それを買うことによる成功失敗というところは一旦置いといて自分の価値観というところを一気に広げてみたいなというふうに思っています。
そしてその経験の中で僕がシェアできることはですね、今年もどんどんですねこの動画の中で出していきたいなと思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければなというふうに思っています。そして今年はですね、こちらの無料の YouTube チャンネルも頑張っていくんですが、僕はもう一つ展開しています月額制の有料動画であるメンバーシップの方もですね、結構力を入れていきたいなというふうに思っています。まあ、おしゃれ初心者向けの情報ではなくて、中級者向けのアイテムであったりコーディネートであったり、今年はですね結構いろんな専門家の方と対談なんかもどんどん行っていきたいなと思ってますので、気になる方はぜひですね下の説明欄からメンバーシップの詳細についても見ていただければなというふうに思っています。ということで2021年も皆さんにとって有益な情報をどんどん出していきますので、これからもこちらの YouTube チャンネルをどうぞよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。